常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様この動画面白い、興味深いと思ったらね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方お願いします。ロシアカウントダウンということでお届けしたいんですが、もう皆さんお分かりですよね。うん、ロシアは負けそうになると、いつもやります、核恫喝ね。プーチンの核恫喝また始まったんで、まあよほど何かロシアにとってね、都合の悪いことが起ころうとしてるのかな。そんな感じがします。まずですね、核恫喝の、ニュースからね、これね、産経新聞のね、ツイッターの公式アカウントが伝えてるんですけど、ロシア、近く南部で戦術核演習、欧米やウクライナを威圧と、いうことで、で、記事はですね、こんな内容です。ロシア国防省は6日、非戦略核兵器、戦術核兵器を運用する部隊の、任務遂行能力を高めることを目的とした演習を、プーチン大統領の指示で近く実施するとし、準備を開始したと発表したと。演習には、ウクライナに接する地域を管轄する、ロシア南部軍管区のミサイル部隊とか、航空機や海軍艦艇が参加するとしていると、いうことでね。まあ、この戦術核、まあ、より小型なやつなんですよね。これ、まあ、前に江崎さんが解説してくれたかな。なんかね、日本ジャーナルかなんかだった。まあ、まだ闇鍋ジャーナルの頃だったと思うんですけど、要はその、中距離ね、核のその、削減、まあ、削減するね、条約あって、中距離核持たんということで、まあ、米ロ双方持ってなかったんですけど、ロシアはもうその、こう、なんていうの、条約に引っかかんないような、こう、ほんと微妙なですね、その微妙なサイズの核をね、ずっと開発してやってたんですよ。で、アメリカ側が、その、同じようなサイズのものを持たないとですね、小型の核に対してですね、ICBM で反撃するのかみたいな形になって、実戦に反撃できないので、ロシアがその小型の核兵器使い放題みたいになるよみたいなね。まあこれ昔江崎さんあたりかな、あとは渡辺陸将なんかも言ってたと思うんですけどね。はい。で、それです、まさに。小型の核兵器ですよ。はい。より威力が低く、局所的な戦場での使用を想定した、まあ核兵器をですね、まあ実戦で使用するかもしれないぞというね、まあいつものやつですね。はい。押し売りがですね、昨日刑務所から出てきたばっかりなんですとか言ってね、刃物ちらつかせてね、パンツの紐買ってくださいみたいな、まあ昭和のですね、コントじゃないですけれども、まあそれに近いことを、まあやってると。使えるもんなら使ってみろみたいな感じでね、まあ言ってる人もいますけど、まあちょっとこれ危ないもんなんでね、できれば使ってほしくないとは思いますが、まあこれ使うぞ使うぞとね、また言ってきたと。で、これは何かというとですね、要はウクライナ援助すんじゃねえと。ね。ウクライナ援助したらこれ使うかもしんねえぞつって、またいつものやつです。でも前ね、使うって言ってたんですよ。ウクライナが自国領土を攻撃したらね。クリミアも自国領土だから、クリミア攻撃したらレッドラインだとか言ってたんですけど、なんかレッドライン、うやむやのまま来ちゃってますね、今ね。うん、かなり奥の方もやられてますよね、今ね。そこまでやられても使わなかった核。このタイミングで使うんですかね。まあ、よくわからないんですけれども。一応ね、この件についてですね、産経新聞はね、具体的な内容は不明だと、いうことで、何をするかまだよくわからないというふうに報じております。で、一応私もですね、この件に関してですね、私を監修してくれてるね、専門家にもちょっと聞いてみたんですよ。はい。そしたらですね、まあ、これね、使うかどうかちょっと別にしてね、今 NATO 側がですね、そのロシアがね、まあ、こういうことやったら、レッドラインだっていうのね、どこにしようかってことをね、どうも話し合ってるらしいんですね。はい。で、このライン越えたら、もうその、NATO 軍がウクライナ入りますっていうラインを今話し合い中で、で、もしですよ、このタイミングで ロシアがね、核兵器使ったらですね、まあ、それレッドラインということで、もう NATO 軍入ってきちゃう可能性もあるので、ロシアとしてはそれは避けたいでしょ。なんで使わないかもしれないなっていうのは一つとですね、あとね、どなたかがネット上でおっしゃってたんですけど、ちょっとすいません、クレジットつけらんなくて申し訳ないですけど、まあ、これも当たり前の話なんですけど、ロシアがもしこの、あれですよ、核兵器使ったということはね、まあ、使うってことですよ。使ったら最後ですね、自分に対しても使われても文句言えないってことですからね。はい。でも、俺は本性あるぞと、先に使うぞみたいなことやったら、いや、でも、反撃されて、あなた反撃されますよ、みたいな話なんで、反撃いいの大丈夫なのみたいな、まあ、ところでですね、まあ、本当にやれるのかどうかってのは、よくわからないと、いうことです。まあ、実際にはですね、これ、どこまでね、はい、ロシアがやってくるかってことも、まあ、不明だと、産経新聞報じてる通りで、まあ、わからないものはわからないと。
いうことでね、一応ね、欧米の高官の話としてですね、挑発的な発言や脅威に対し、ロシアの領土の一体性と主権を断固、守るためのものだと、いうふうにですね、ごめんなさい、これあれだ。ロシアの、国防省が演習について言ってるんだな。ロシアの領土の一体性と主権を守るために核を使うんだみたいな、まあ、趣旨の発言してると、いうことで、まあ、ただそれに対して、まあ、具体的な内容は不明だというふうに産経新聞報じてると。で、おそらくですね、何をするか不明なんですが、何が気に入らないかは分かります。はい。何が気に入らないかというとですね、そろそろね、いろんなもんが、届き始めてるんですよ。ウクライナにね、アメリカの援助が OK になったりとかね、イギリスもまあ援助決めたりとかね、してるのでね。で、そういうのは届き始めているので、まあ、それが気に入らないのかなと。で、ドイツのですね、オシントアカウントのテンダーさんね、私がいつも引用してる方ですが、こんなようにコメントされてます。ロシアが核演習を開始すると発表したことは、プーチン大統領が極度に神経質になっていることを示す最良の兆候だと。プーチンビビってるざまみろっていう、まあ、ことですね。訳するとね。はい。で、フランス軍がウクライナに侵攻するか、進駐するかもしれないというマクロン大統領の発言や、ロシア領土内の標的に対してさえ、ウクライナ軍がイギリスの兵器を使用することを、イギリスが承認したことは、プーチン大統領の心にですね、まあ、悪い形で響いていると。ね。で、彼を怖がらせていると。で、彼は、過剰にですね、その、まあ、要は被害妄想なんですよ。ね。過剰にその、まあ、守りの姿勢を取る必要があって、さらにですね、不安が顔に現れている、いじめられっ子のように振る舞うと。ひでえな、テンダーさんの言い方な。で、私たちはこの道を歩み続け、ジャベリン、エイタクムス、F-16 など、前にやったのと同じように、ロシアのブラフを呼びつ、ロシアのブラフをね、まあ、無視していいと。ね、基本的にね。はい。まあ、ブラフをまあ逆に呼び込んで、ブラフが出るようなことをやった方がいいと。いうことです。で、結局私たちはですね、有名な皇帝の新しい服を着た無防備な小さなロシア人を見ることになるでしょうということで。まあ、相変わらずひどいですね。ボロカス言ってますね。はい。まあ、ビビってる証拠だと、いうことです。で、まあ、そのビビってる理由はね、まあ、まさにその、イギリスがね、まあ、ストームシャドウとかね、ロシア国内にも使っていいよと。まあ、あれ射程結構ありますからね、300キロぐらいあるはずなんで、これもうロシア困るし、アメリカの武器も届き始めているし、ね、さらにま、派手にやられてると。で、さらにですね、今回のね、夏の攻勢の目玉と言われていたですね、ハルキウ攻略なんですけど、なんかうまくいかなそうなんですよね。うん。ISW のですね、レポートをですね、ウクルインフォルムが引用してますので、ちょっとご紹介するとですね、アメリカの戦争研究所 ISW は、ロシアがクルスク州へと部隊を再配置し、新しい戦力を編成していると、いうふうに言ってると。で、それはおそらく今後ハルキウへの大規模攻勢作戦のためのものだろうと指摘したと。同時に ISW は、ロシア軍はハルキウを制圧するための戦力が不足していると評価していると。これISW の5日のレポートですね。で、このレポートによると、ロシア軍はウクライナ北東部とハルキウ州に対する今後の、あり得る攻勢作戦のための作戦上重要な戦力を集めるべく、第76空挺師団の1個大隊をクルスク州へと再配置したと、いうことです。で、ウクライナのですね、軍事オブザーバー、マショベッツ氏はですね、ロシア軍がベルゴロド州、クルスク州、ブリアンスク州に5万人の兵力を集中させていると伝えたと。さらにですね、ロシア軍がレニングラード軍管区の、部隊からですね、北方軍集団を編成していると指摘しており、同軍事、軍集団はですね、ベルゴロド、ハルキウ方面で活躍するためのものだというふうに伝えているということです。まあこれね、もう一個ちょっと懸念されているのがね、ベラルーシの参戦も、まあここへ来てあるんじゃないかみたいな。ただね、ベラルーシ参戦したら NATO はおそらく参戦すると言われているので、ベラルーシ参戦も実はレッドライン候補なんですよ。核兵器の使用もそうですけどね。ベラルーシ参戦もレッドライン候補なんで、NATO 軍がまあ入っちゃうとこれ、めんどくさいことになるんじゃないですか。まあ、NATO と戦うんだったらやってもらってもいいですけど、これ第三次世界大戦ですよね、下手するとね。まあ、これはこれでまた大変なことになるかなとは思うんですけれども、このウクレインフォルムの記事ね、さらにちょっと詳しく報じてまして、さっきのね、マジョベッツ氏の話として、ロシア軍は第30自動車化狙撃連隊、それから第128独立自動車化狙撃旅団の兵力と機材を北方軍集団へと再配置したと伝えたと。ロシアはクルスク州の孤立した地区の鉄道駅で、北方軍集団への再配置のための部隊や装備を下ろすふりをしていると。その後はベルゴロド州の、展開地域へ侵攻するだろうと指摘したと。さらにですね、
他の部隊ですね、第30、自動車化狙撃連隊の分隊は、最初はクルスク鉄道駅に再配置されたが、その後ベルゴロド州へとさらにまた再配置されたと。それはおそらくハルキウ州の、近郊の集結場所へ向かわせるためだろうと、いうことでですね、チェルニヒウ州、スーミ州、ハルキウ州といったですね、ウクライナ北東部の国境隣接地域に対して、ロシア軍が最近ですね、空爆無人機ミサイル攻撃、こういうのもまあ強めていると、ロシア側のまあ攻撃準備作戦なんじゃないかと、いうことです。まあただですね、まあ ISW がこれまで評価しているのと同様にね、まあこのあの同じこのさっきのね、チェルニヒ、あれじゃん、マショベッツさんね。マショベッツさんは ISW の見解と同じで、ロシアの北方軍集団はおそらく、ハルキウ制圧のための攻勢作戦を成功させることはできないだろうと、言ってます。で、それはなぜかというとですね、やっぱり兵力不足というかですね、まあ、装甲兵力がやっぱ全然足らないということなんですよね。これはまあ私を監修してくれてるね、専門家にもまあ聞いてみたんですけど、まあほぼ同じ見解でした。はい。で、ISW はですね、ウクライナの、ロシアのハルキウ制圧を目的とした、あらゆる攻勢作戦の脅威について以前に警告、以前に増して警告していると。ISW は、ロシア軍は、同志制圧に必要な戦力が不足していると評価し続けていると。しかし、ロシアのハルキウあるいは、スーミへの攻勢作戦は、他の前線より、重要な地点から、ウクライナの戦力の引き離しを固定化することになると。まあ、要は、ウクライナ軍が、まあ、ね、まあ、抑えてるですね、東部戦線から、まあ、北の方にですね、まあちょっとこう、陽動みたいな形で持ってくるために、まあ、うざがらみでね、兵力不足のまあ部隊を集中させて、まあ、ゾンビアタック仕掛けてくるんじゃないかと、いうことでございます。で、今、まあ、注目されてるのがね、チャシブヤールというところでね、まあ、前から言ってたんですけど、ここね、どうもね、ウクライナ側がね、結構弱気なこと言ってるんでね、落ちるんじゃないかとか言ってたんですけど、そうでもないらしいと。はい。ラドフォースさんというね、まあ、以前ちょっと引用したですね、まあ、いわゆるナフォーというね、まあ、オシントですよね、オシントアカウントの方がですね、今日はですね、ツイッターに、こんな投稿をされてました。はい。今日は最も重要な戦いについて、書きますと。チャシブヤールの戦いについてと。で、1と。ウクライナ軍はイバニフスケ南部のロシア軍陣地を攻撃して、ロシア軍の攻撃陣地の弱点を、うまくついたと。約500メートル前進し、ロシア軍の作戦計画そのものを危機に陥れたと。要は、下からですね、まあ、チャシベヤールこの辺なんですけど、下からガーッとこう、ウクライナ軍攻めてですね、なんとロシア軍撃退しちゃったらしいんですね。で、これに加えてですね、チャシベヤールの東の、3つの橋、これが爆破されてですね、ウクライナ軍に非常に貴重な時間を稼ぐことができたと。で、西側の砲弾の最初の、パッケージがですね、なんともう前線に到着したそうです。さらにですね、パトリオットミサイルシステムの迎撃用のミサイルもですね、到着したと。で、これによりですね、ロシアのね、航空機使ってこれ核爆弾やったでしょ。あれがね、もう撃てなくなってるらしいんですよ。もうだいぶ防ぎ始めてですね、撃てなくなってきたということです。で、この件はですね、一応私を監修してくれてる、専門家にもね、確認したんですけど、もう概ねこの見方で合っているということで、全体としてですね、一連の出来事は、現地の状況改善につながっているということです。で、さらにもう一つの朗報はですね、チャシブヤールが5月9日までには陥落しないということで、まあ様々な記念日ね、5月9日、対独戦勝記念日か、ここは間に合わないと。ね、衆議院兵にあるにもどうも間に合わないと。いうことで、おそらくですね、1ヶ月ぐらいは持ちこたえられるのではないかと、ね、現時点でもね、それぐらいの状況だというふうに言ってます。まあ、ウクライナの司令官の、決定が賢明で、ロシアが戦術上のミスを犯せばですね、チャシブヤールは数週間から数ヶ月ですね、持ちこたえるだろうと、まあ、このね、ラドホスさんは期待していると。ただそれはロシアが、キピアンスクと、ポクロフスクの軸で何をするかにもよると。いうことです。で、逆にチャシブヤール捉えちゃうとね、こっからやっぱロシア軍ガーッと攻めてくるので、めんどくさいと、いうことを述べてるんですが、まあ、とりあえずですね、記念日までには間に合わないと、いうことです。で、さらにね、まあ、先行して到着してたね、エイタクムスがですね、どうもね、イスカンデルというね、弾道ミサイルのね、発射台をですね、潰した可能性があるということで、日本のね、衛星写真を検証している U1126 さんがですね、今日こんな投稿してます。なんかすげえ話が出てますねと。イスカンデル、弾道ミサイルの発射機を潰した可能性があるそうです。検証を待ちましょうということで。実際ね、なんかが燃えてることは間違いないんですよ。で、どうもね、その前線から伝わってくるね、まあ情報ね、SNS 上のまあ噂話ですけど、ミサイル使ったね、うざがらみですよ。まあ、テロ攻撃ね、ロシアはね。あれもまあだいぶ減ってるのではないかと、いうことで、まあロシアね、
もともとほら、艦船から発射するミサイルをこうね、スタンドオフで撃ってたじゃないですか。あれがなんかどうも底をついてですね。で、地対空ミサイルを、地上に向けて地対地ミサイル仕様で発射するっていうようなことを、まあどうもやってきたらしいんですが、それをやるためにイスカンデルの発射機使ってたんですが、これ潰されてですね、弾あっても撃てないみたいな状態になってるのではないかと、いうことです。で、そんな中ですね、スペインからね、パトリオットミサイルがまた届いたと、いうことで、まあこれが前線に届いたってやつですかね。まあこれのおかげだから、まあウクライナがですね、前線でまた少し、有利になってきているということなので、まあね、こんな感じでね、まあガンガンちょっと押してってもらいたいなと。まあそんな中ね、まあフェイクニュースがまた出てまして、渡辺陸将からね、なんかマクロン大統領が、ウクライナのスロビアンスクにフランス人外人部隊を送ったというですね、まあ驚きの記事というのがあるんですけど、これネクスタというのが報じてたんですけど、これ、ね、フェイクニュースです。はい。香港のアジアタイムスというところがですね、フェイクニュースを流して、ネクスタというところが転載してしまったんで、これフェイクニュースなんで気をつけてと、渡辺さんから出てますので、皆さんね、この手のやつに釣られないようにしましょう。ロシア負けてくるとね、嘘でだらめ言うんですよ。はい。追い込まれると嘘つくんです。もうほんとね、どうしようもねえなと思うんですけどね。はい。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひね、高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方お願いします。最後に私のこと特に応援したいという方、THANKS ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方ね、ぜひ応援していただけると嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。